はいえー、後半も時間なくなってきました、ちょっと岸田宏池会政権の行方ということで、若者に不人気な岸田総理、増えるか若者の岸田推し、無色透明な印象、支持率も動画視聴回数も低調、これも読みの記事です、えー、岸田内閣になって若い世代の支持率が下がっている、昨年は過去10年間で初めて。 全体の支持率より若者の支持率が下回った低支持率にくすぶる岸田内閣だが岸田離れが顕著なのは18から29歳の若者世代22年夏読売と早稲田大学の共同世論調査で岸田首相の改革意欲を評価しないどちらかといえばを含むと答えた若者の割合は59%に達し 全世代で最も否定的だった岸田内閣発足後の21年秋の31%と比べるとほぼ倍増したというんですね。で、これは、あその岸田さんのこういう考えについて、18から29歳の世代で59%もいるというところに、まあ逆に言えば安倍さんの時には若者の支持が、あ,あの、 高高齢者よよりは圧倒的に高かったんですよねそれはまあ一つにはもちろん就職率の問題とかそういうこともあったんでしょうけど私はやっぱり若者の支持っていうのは相当根強かったと就職率だけではなくて思うんですが岸田さんにはそういうふうな前向きのその印象を誰も若い人たちはおそらく受け,受,け受け取ってないというふうに私は思いますけど山口さんはどういうふうに見ますかこれは。 やっぱりそのこの間、岸田さんはねアベノミクスでトリケルダウンは起きなかったって言ってみたいけれども、実態として経済的にあの若い人、集積率上がったということは安倍政権を支持していたわけでね、これはその例えば安倍政権だって経験してるわけだから、云々ぬんという意味でだから脱皮しつつあるときに、岸田政権の支持率は。 就職率という意味ではもっと上がんなきゃおかしいわけですね。ところが、あ若者がの支持率が下がっているということは、やはり最近の若い人はね、あのー、インターネットで情報を取るから、新聞とかで、愛国的な記事読まされないで済んでるから、気軽に海外旅行に行って、ね、海外の友人を持ってる人も多いじゃないですか、だから日本はそんなに卑下するような国じゃないんだと。はいうん 僕たちの祖先もねしっかり頑張って、この国のために生きてたんだなってことを、ごく自然に理解する、う新しい、まあ、ネオン保守なんて僕、言いたくないけど、まっとうな日本人から見ていい、だから、まっとうな日本人から見て、岸田さんはまっとうな政治をしてないという、だから若い人を支持しないという、当然結果ですよねそういうことですよね。 だからまあ若者は若者がまあ若者がまあそれにしてもさ年寄りって私も年寄りの一,一部分なんですけどなんで安倍さんそんな嫌い反安倍っていうのがあんなに強かったんですかねこれはなんでなのあメディアがですかああメディアっていうか世論調査やると年代順の調査やると60歳以上が安倍さんに対する反感っていうのが非常に強かった若者は支持が多かったけどっていう意味の。 逆の意味で、ななんで年寄りはそんなに安倍さん嫌ってたのかっていうのは、それはどういうことだというふうにあなたも見ますかということです結。結局そのお年寄りの方々というのはインターネット普及前からあの報道に接するわけですよね。あああほとんどはテレビと新聞、ーはーはーラジオ。ーーうん。この人たちはあのアメリカを見ればわかる通り、ある特定のおまあ。あ ある種の目的意識を持った集団ですから、森友家けこの国のために何かをやるというよりは、うん、ある特別な目的意識を持って共闘するということは、まあ、いろいろな機会で皆さん見ましたよね、そうすると、それしか見てないと、で生まれたときからそればっかり見てると、例えば中国や韓国に譲るのが、あのいろんなことは穏便に行くんだと思っているときに、安倍さんみたいな人が出てきたら、 またなんかあのアジアの各国と揉めてって言ってね、アジアの各国って言ったって中国と韓国以外どことも揉めてないわけですよ。もう世界に行ったって安倍さんは歓迎されたけど、うんはい、そういうことを一切触れない新聞、そして中国が怒ります、憲法改正したら韓国、北朝鮮が反発しますって、そういう意味不明な報道を幼い頃から見続けたお年寄りというのは、あのこの国の誇りを取り戻そうとする政治家に対しては、これは。 あの評価が低くなっちゃうわけですよね。なるほど、なるほど。長年にわたる擦り込みっていうのは恐ろしいもんだなと。それはそうですよね。うん。おっしゃる通りですよね。あと、な、七分。で、総理、岸田総理が。 麻生さん、茂木さんと会食したと、もこれも毎回聞いてるような気もするんだけど、日韓首脳会談の成果を説明した、えー、岸田文雄首相は17日昼、自民党の麻生太郎副総裁、茂木幹事長と都内で会食、首相は16日に韓国のユン・ソンによる大統領と会談した結果について説明、麻生・茂木両氏は、日韓関係の正常化に合意した首脳会談の結果を評価した。 関係者は明らかにしたと。この。一般論にしてもさ、二幹首脳会談良かった、これ関係改善に。で、これで合意して、これから進んでいくんだって。そんな評価。ですかね。まあ、この記事は、あの、うん、いわゆる。筆舐めた原稿っていうやつですか。あ<ー>あ<の>。あ 別にあの評価したって直接、麻生茂木に取材なんかしてませんよ、これ。なるほど、それはそうでしょうね。麻生さんも茂木さんも外務大臣をやった方ですからね。あそうですね。はいでは、外務大臣経験者という意味では、今回の日韓首脳会談がアメリカにやらされたものだって知らない人は一人もいないわけで、それに今、全く抵抗することなく、いいダクダクとアメリカの言うなりに。 アメリカの属国、アメリカの植民地のような首脳会談をやったことについて、僕は麻生さんは嫌の一つぐらい言ってると思いますよ。な,なるほどね、実際にはね。そんなこと、うんあの、取材には出てきませんからね、もう一つ、この茂木麻生と岸田があった意味は、日韓首脳会談の間中ね、 日本日韓友好議連の会長に菅さんがなったっていう時きに、いろんな場で岸田さんと菅さんが一緒になって、映ってるわけですよ、はいあの、韓国のユン大統領とね、うん、そしてやっぱり、菅さんと麻生さんっていうのは、もう水と油だから、うん、そういう意味ではあの、日韓首脳会談でどうも菅と接近してんじゃねえかという疑惑をかけられるタイミングで麻生、うん、麻生さんと、 会ってみる、えー、岸田さんという人はねまあいわゆる中間管理職的にはすごくこう気遣いをしてるっていうことなんだろうなと思いながら僕は見てたんですけどねその菅さんです菅前首相韓国のユン大統領と会談政治家合意高く評価超党派の日韓議員連盟次期会長の菅義偉首相前首相のらは17日韓国のユン大統領と東京都内のホテルで会談 元徴用工訴訟問題で韓国政府が示した解決策や日韓関係の正常化に合意した16日の首脳会談の結果を高く評価すると伝達、人的交流を盛り上げたいと意欲を示したユン氏も首脳会談について大きな進展だと応じたと。だからねこのタイミングもですが、だけどその日韓議連中うと本当に札つきのという。 出つけたいぐらいのそう、それの会長を菅さんがやっぱ引き受け、え一瞬ちょっとえっと思ったんだけど、それはやっぱりなんかい意味があるっていうか、でしょうかねこれは僕はね、その韓国との菅さんの関係についてはね、そのエコフェイのとに、菅さんはその拉致会社を。 追加で日本に戻すということについては、相当な工夫をされた方だったはい。はいうん、その時に韓国ルートというのもお持ちでずいぶんやっておられた、ではい、それ、やっぱり北朝鮮というのとやり取りをするときにはあの、あらゆるルートに行くというときには、やっぱり中世思想研究会にルーツを持つウポポイというのは、関係があるものでしたからね、はい、だから、はい、あの菅さんはそっちの方でもお政治的な動き方をしましたよね。だから、えー それなりのー、まあ、ルートはあるんだろうとは思います、ただね、うん、僕は今回、このタイミングで菅さんがこうやって日韓の時に表に出てきたのは、どちらかというと、バイデン大統領との関係の方が大きいんじゃないかと思うんですね。ああ、菅さんバイデンといいからね、うん。ただね、そのことを知ってる人って、実はね、加藤さんはね、僕らはまあ外務省だから、そういうことは知ってるけど。 一般の日本国民の方は、菅さんとバイデンの関係がいかに深かったか知らないと思うんですよ、ね。なるほど、なるほど。ああ、そうか、そうか。意味でいうと、菅さんとバイデンっていうのは特別な関係だったんですよ。うんうん。やっぱ安倍さんの後の菅さん。で、えーその、菅さんを取り込むということは、バイデンにとっては非常に重要だったんですね。はいはい、安倍さんはだって嫌なもんは嫌だから、日韓これや,やらないと、やらもんやらないくときに 菅さんというのは非常に重要だっただから菅さんは官房長官7年何ヶ月やった第2次安倍政権からずっとカーボン長官だったんだけどその間に1回だけわがまま行ってアメリカ行ってるんですよねはいあ行きましたねありましたうんなんかもねじゃあんで行ったのと安倍さん自身が驚いてましたからそういう意味ではバイデンと菅さんの特別な関係っていうのがあって だからこそ今回の日韓のこういう、まあ、雪解けムードを作れと、バイデンに言われたときに、菅さんが表に出てくるというのは、あまあ、僕はそういう関連だろうと思ってますよなるほどね、なるほど。うん、なるほどね